はい、皆さん、コンパンダ、みんなで育てるキャラフレ同盟です。今日は8月に開催された夏祭りの模様をお伝えしていくよ。この動画を最後まで見ると、キャラフレの楽しみ方がわかるようになっています。それでは本編にゴー。改めまして、コンパンダ、CF 同盟の相原です。初見の方は初めまして。常連の方、いつも来てくれてありがとう。後半では、松永町の河原で開催した花火大会も出てくるから最後までご覧ください。さあ、屋台で遊ぶぞ。ゲームのチケットはここで手に入れるんだ。射的には投げ、そして金魚すくい。お面もあるよ。まずは射的をやってみよう。今年の夏祭り景品はこちら。部屋に飾るインテリアだよ。あ、惜しい。当たったのに落ちない。射的のコツは、端を狙うこと。ど真ん中は当たりやすいけど倒れないよ。狙いを上の卓上クーラーに変更してみるね。今しか手に入らないから、頑張って取ってみよう。やり方は簡単だから、コツさえつかめば射的は楽勝だよ。無料で再チャレンジできるから、何度でもやってみよう。お次はこちらも屋台の定番、輪投げだよ。画面に出てくる照準を目安に投げてみよう。射的と大きく違うのは風向きが関係してくること。やった、幸先いいぞ。でも油断しちゃダメだよ。ここの屋台は、とにかく風が強くて有名なんだ。赤い矢印の時は、ほとんど突風だからね。照準を合わせてても吹き飛ばされるよ。この屋台の人、風使いチャンピオンだと思うんだ。金魚すくいもやってみよう。リアルだと金魚を飼うのが大変そうで遊んだことないんだよね。ここならお世話する必要もないから、心置きなく金魚をすくえるんだ。金魚の詳細を見ると、以下のポイントが上がるよ。ここで捕まえた金魚は、いつものように部屋に飾れるよ。今日は他にも紹介したいことがたくさんあるから、やり方は無人島会とかカエルの卵会の動画を参考にしてみてね。レアな金魚を狙うとポイが破れやすくなるよ。このポイも粘りますな。まだ破れそうにない。普通の金魚を救ったから、だいぶ長く遊べたね。おや、もう夜になっちゃった。みんなが境内で花火をやってるから行ってみよう。花火を売ってるのはこっちの屋台。自分の分を買っていこう。お、やってた、仲間に入れて。みんなで一度にやると、花火が見れないので順番に遊ぼう。手持ち花火の模様はランダムだから、何が出るかは使ってみてのお楽しみ。中にはめったに見られないカッパや猫などもあるよ。パンダ、はい、はい。手持ち花火は、お祭りの期間中の夜、境内だけで遊べるから、みんなで楽しもうよ。ところで、さっきから左端に映っているのは神社の巫女さん、神宮寺千穂ちゃんだよ。彼女は NPC なので会話には参加してこないけど、話しかけると一日一回おみくじを引かせてくれるんだ。もらったおみくじは持ち帰ってもいいし、神社の木に結んで帰っちゃってもいいんだよ。気が向いたら、運試しをしてみよう。他にも毎日ここで参拝もできるから、おみくじとセットでやってもいいね。正しい参拝の仕方をすると、羽が降るよ。どうやるんだっけ？って人にヒントを一つ。掲示板を見よう。それほとんど答えですがな。レア花火の猫来た。花火にはいろんな種類があるから、お祭り期間中にあなたも遊んでみてね。花火大会は明日見に行こうと。雨が降ったら中止になるから、天気が心配だな。うわぁ、曇ってるよ。どうなる、今夜の花火大会。
晴れますように、晴れますように、と願っていたのに、この後雨が降ってきた。あうあう。お、晴れた。虹も出た。この場所で短い間だけ見れる虹。キャラフレで長く遊んでても知らない人いるんじゃない？雨上がりに外を散歩するといいものが見れるね。小栄町花火大会が始まったよ。この場所は大勢集まっていても誰も表示されないから、遅く来ても大丈夫。場所取りしなくても特等席で見られるって嬉しいよね。花火は普通のカメラでは撮影できないので、天使の泊まり木にある花火専用のカメラを使ってね。この場所で使うと花火だけの写真が撮れるよ。左側に移動すると、通常のマップと同じように人が表示されているので花火を背景に写真が撮影できるんだ。天使の泊まり木の花火専用カメラでは、大勢集まっていても友達と記念撮影がスムーズにできるよ。だから撮影した写真に友達がいないって時は、ゲームチャットを申し込んでみるといいかも。よく話す相手でも友達になってなかったってケースは意外と多いからね。写真はその場で確認する癖をつけよう。花火専用カメラには、恋人とツーショットが撮影できるものもあるよ。こちらはショッピングモールのマジックアイテムコーナーに行くと言ってるね。課金アイテムなので、コインをチャージしてから購入してね。コインのチャージは、画面の下降ボタンの隣からできるよ。詳しくは実際に画面を見て確認してみてね。金額に応じてプレゼントがついてくるよ。この恋人カメラ、二人の顔がアップで撮影できるんだ。すごく高性能だから恋人がいない人でも手に入れておくと便利だよ。その時の通称は、ぼっちカメラ。おいやめろ、ふがふが。天使の泊まり木やショッピングモールの行き方は、実際に探してみてね。どちらもすぐ見つかる場所にあるよ。もしくは、このチャンネルにある他の動画を参考にしてもいいよ。花火も一緒に映るカメラは、お昼や、イベント終了後は通常の友達カメラや恋人カメラと同じように使えるからそのまま持っていても大丈夫だの。回復アイテムみたいに期限切れになる心配はないから安心してね。夏のイベントを一通り楽しんでいるうちに、新学期が始まったよ。1学期の学期末試験の結果、2年生に進級できたので記念品をもらったよ。それがこの学生カバン。購買部では、手持ちできる学生カバンは扱っていないので、ぜひ進級して手に入れてほしい。夏の間、たくさん遊んだ海岸、実は捨てられたゴミがいっぱい。特にここはスイカ割りで使ったから、皮とか種とか落ちてそうだよね。画面では足元が見えない。だから気づかずに帰っちゃうんだよ。さあ、今から掃除をするぞ。みんなでやっちゃえば早く終わるし、来年も気持ちよく使いたいよね。さあ、皆のもの、道具は持ったかな？持ってない人は、購買部に行ってみよう。一度買っておけば来年も使えるから便利だよ。拾ったゴミは学園に持っていこう。そこでいろんなアイテムと交換できるんだ。今回のゴミ拾いイベントでは、美術室に持っていくことになっているね。今日の動画は花火がメインだから、交換のやり方は以前の動画を見てね。アイテムを探すときは、虫眼鏡アイコンを押してね。もらえるアイテムと交換する数を合わせないと、余った分は回収されちゃうので、そこだけ注意だよ。引き換えたアイテムは観葉植物とペットボトル水族館。いつもの自分の部屋じゃなくて、パンダンスを広める会で撮影してきたよ。
さて、今回の動画はいかがでしたか？みんなで育てるキャラフレ同盟チャンネルは、キャラフレの今を発信しています。次は修学旅行。9月12日から開催されているので、ただいまイベント中。この動画が良かったらチャンネル登録してね。それでは次の動画で会いましょう。また明日。